知ってる？健康経営。企業が従業員の健康管理を経営課題として捉え、健康保持・増進に向けた活動に取り組む健康経営の考え方が広まりつつあります。この番組では健康経営に取り組む静岡県内の企業を紹介していきます。こちらは静岡市葵区にある株式会社サンアイオーエイ。はい、私たちは、オフィスで必要なものやサービスを提供しております。で、具体的にはコピー機であったり、あるいはパソコンやサーバー、オフィス家具であったりとか、そしてそういったものを保守するサービスなども扱っています。まあ、そういった形で、お客様に対して、より良い仕事ができるような、ものやサービスを提供しております。では社員の健康に関してどのような取り組みを行っているのでしょうか。はい、弊社の健康宣言は仕事のメリハリ、人生の充実です。弊社ではここ数年、社員の心と体の健康を考え、仕事とプライベートはしっかりと分けられるようにワークライフバランスについて見直しています。具体的に行っていることは、まず残業時間の削減です。就業時間から1時間くらいでみんな帰宅するようにしています。また働き方改革の中、プレミアムフライデーなどもあり、月末の金曜日は定時で帰宅するようにしています。さらに最近は有給休暇が取りやすい環境づくりもしています。具体的に効果はあったのでしょうか。ワークライフバランスを考えた取り組みによりまして、有給取得日数が増えました。はい、でまたそういった形で、精神的にゆとりも生まれましたので、まあ、ストレスも減ったということもありますし、休日にいいアイデアも浮かびます。それでは健康宣言をお願いします。仕事のメリハリを考えて人生が充実。これからも頑張ります。